はい、やってきました。ヒロニーダイヤウ。このチャンネルは新築の分譲タワーマンションの紹介だったりですね、賃貸売買のタワーマンションの内覧内見に行ってるチャンネルです。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は一人です。一人でこの大都会新宿にやってきました。はい、このチャンネル東京の内見のタワーマンションは初というような形になります。本日来たのはこちらです。じゃるるるるるシティタワー新宿です。はい、来ました。やってきました。シティタワー新宿ですね。はい、まだ地区経ってからですね、ものすごく新しいです。はい、で今日ご案内させていただくお部屋の方はそんなに広くないんですが、結構高層階ですね。はい、1LDK になるんですが、初めてね、東京の物件の内見動画上げさせていただけるというふうな形で、それでは行ってみたいと思います。お邪魔したいと思います。来ました。おー、はい、来ました。まずですね、玄関はそんなに広くないんですが、はい、見てください、こちらの方ね、ウォークインシューズクローゼットついております。かっこいい。このね、面もねちゃんと色ついてるんでかっこいいです。一面ですが、ゴルフバッグを2つぐらい置けるぐらいの広さのウォークインシューズクローゼットがついております。はい、しかもですね、こちらの方にも、はい、収納がついてますね。ウォークインシューズクローゼットプラス別にね、下駄箱が完備しております。この広さにしてはものすごい収納力があると思います。はい、まずはじめにこちらの方がトイレになります。はい、来ました。おお、あのね、見てください、トイレめちゃくちゃ広いです。はい、そして手洗いカウンターもしっかりついてますし、この床がね、タイル張りです。はい。そして、しっかり、嬉しいですね。ここにね、ついてますし、リモコンが、おしゃれスティック型リモコンです。このようなトイレになっております。はい、続きまして、こちらの方が、洗面所になります。はい、来ました。おお、なるほど。はい、三面鏡です。これね、最近よくあるんですけど、なんかちょっとボコってなってるタイプですね。はい、のめちゃくちゃ大きいっていう感じじゃないですけど、しっかりとした三面鏡で、こちらの方に、はい、ちゃんとね、高級感があるリネンコも完備しており、そしてこちらの方が洗濯機置き場ですね。はい、でしかもこちらの方も廊下と一緒のタイル張りになりますんで、高級感はバッチリあると思います。続きましてこちらの方がお風呂になります。はい、来ました。おー、はい、十分です。はい、綺麗ですね。はい、ピカピカです。お風呂はスクエアな形
形ですね、はい、四角い感じです、はい、そしてシャワーヘッドもねしっかりついてますし、ダウンライトなのですごくすっきりしております。このようなお風呂になっております。はい、まあ、いつもだったらお待たせいたしましたって感じなんですけど、まあ今回 1LDK で一つのお部屋の方がリビングにくっついてるんで、もうリビング行ってみたいと思います。こちらでーす。来ました。おはい、やってきました。メインのリビング、このような感じです。はい、まあ中重工なので、まあこんな感じですが、こちらの方を見てください。こちらの方閉まってますが、こちらを開けてみるとこのような感じになります。はい、来ました。開けてみましたね。広いです。これね、もう 1L なんで、こちらリビングとつながっているので、このように使っていただけたら広いね、リビングの完成ですよ。はい、まあ、広にはね、こうやってもう常に開けた状態で使った方がいいかなと個人的には思います。そして見てください、こちらの方ね、収納がねめちゃくちゃ多い。はい、このように大型の収納が1つ2つしっかりついております。そしてさらにですね、こちらの方にウォークインコンセントと思ったら違いましたね。はい、こちら何度でした。はい、珍しいなこれ、このような洋室になっておりますね。はい、キッチンもね見てください、高級感があるこの色味、フラットにしてあって蛇口のコンロ、はい、しっかり食洗機もついております。当然ディスポーザーも、あれディスポーザーついてないここディスポーザーついてないわ、ちょっとごめんなさい、ディスポーザーはついておりませんでした。あー、ついてないんだな、キッチンから見たリビングがこのような形です。それではベランダに行ってみたいと思います。ベランダに出てきました。来ました。はい、見てください、これです。目の前に壁がそびえ立っています。かなり高層階なんですけど、はい、ちょっとね、まあ、離れてるんでめちゃくちゃあのこんにちははしてないんですよね。はい、こんにちははしておりません。なんでこっちの方を見ていただけたらすごい抜けてますし、こちらの方はまあまあ新宿のビル群がねすごいんでね、はい、あの歌舞伎町タワーの、ね、はい、方が、まあ、前景は見えないんですが綺麗に見えますね。はい、下を見たらこんな感じです。はい、かなり高層階です。このようなベランダになっております。はい、いかがだったでしょうか。 1LDK のお部屋になります。はい、こちらの方は未入居というような形でオーナーさんからのちょっとご好意で撮影させていただきました。はい、
で、非常にこのチャンネルでいうと東京のこう物件っていうのは初っていう風な形になるんで、まあなかなか、まあね、中身はね、別に大阪のタワーマンションの中身ほとんど変わらないというか同じような形なんですけど、ちょっとびっくりしたの、リスナーさんがついてないとちょっとびっくりしましたね。このようなチャンネルなので、チャンネル登録してないそこのあなたはですね、チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回という形でさようなら。